ちは。 ALS のたわごと、この時間は ALS 患者さんの米澤和也さんと、私米澤和也さんのお手伝いをしておりますアイケア北海道の佐藤美幸の2人でお送りいたします。米澤さん、今日もよろしくお願いします。こんにちは、米澤和也です。はい、こんにちは。米澤さんですが、米澤さんは、現在、北友会病院に入院されていらっしゃるんですけれども、声を、今、気管切開をして、声を出すことができないんですが、声を、出るときに声を録音いたしまして、それをボイスターという、ソフトに取り込んで、電脳診で打った原稿を、ボイスターから、読み上げさせるという操作を、米澤さんが操作されていらっしゃいます。本日ですね、ちょっと非常に複雑なんですけれども、まあ、米澤さんも今日は外出をすることが難しい状況と、三角山放送の木原様が、ちょっとですね、風邪をひいてしまって放送に乗せにくい声の状況になっているということで、いるんですけれども、そんな中、スタジオで、私が、他の二人と掛け合いをしながら、放送をお送りするというような形で、皆さん想像を膨らませて聞いていただければと思います。そんな感じなんですけれども、今日はスタジオからお送りしております。では米澤さん、もう一度皆様にご挨拶をお願いします。こんにちは、米澤和也です。 ALS の発症から約3年半で、先月と休校難から気管切開、その後人工呼吸器を装着しました。はい。そうなんです。米澤さん、気管切開されて、人工呼吸器をつけられました。8月、9月ですね。8月に、気管の切開をされて、人工呼吸器をつけられて、先日、胃ろうの方もつけられました。ですが、米澤さんは、皆さん驚くほど、お元気そうで、顔色もよく、今日も会いまして、もちろん会いましたけれども、いつもニコニコ、電脳診を操作されていらっしゃいます。そんな状況ですね。まだ外出ができないので、会えちゃうほど、北海道の佐藤さんや三角山放送局から木原さんなど協力をいただき、放送が実現しています。今日は笑顔の素敵な佐藤さんとお送りします。はい。どうしたんでしょう、米澤さんっていう感じなんですけれども。はい。体の調子は良さそうなんですが、なんかこんな褒められるとどうしたのかなと心配になりますが。はい。さて、番組ではラジオをお聞きのあなたからのメッセージ、お便りをお待ちしております。ファックス 011-640-3331。 メールは request@sankakuyama.co.jp、三角山、request@sankakuyama.co.jp です。ぜひ、お便りお待ちしております。ALS のたわごと、この番組はアイケア北海道が協力しています。それではまず曲です。米澤さんの選曲ですね。相変わらず素晴らしいです。一曲目、田園。玉木浩二さんです。はい。この時間は米澤和也さんと、佐藤美幸の担当で ALS のたわごとをお送りしております。米澤さんは、8月に
気管切開をして呼吸器をつけました。そのため、声を失いましたが、医師伝達装置、電脳針を、使って、手術前に、米沢さんの声で録音していたボイスターを使って放送に臨んでいます。そうですね。米沢さん、非常に毎日パソコンに向かわれて頑張っています。米沢さんが使っている医師伝達装置電脳針について、お話をさせていただくと、米沢さんは普段短い言葉は、右足がまだ動きますので、右足を使ってシーツの上に文字を書いて足文字でコミュニケーションをとっています。その足の動きを使ってスイッチと呼ばれる入力装置を使い、一文字ずつですね。電脳針は50音文字盤を一行ごとスキャンしてスイッチで選択して言葉を作っていく機械なので、例えばすという字を選ぶときにはまず作業を選びスキャンしてくる、赤さたな書きあいうえを書きくけこさしすせそと移動してくるスキャンの光の中の作業を選びその後で今度一回選ぶとさしすせそというふうに動きますので、すという音がしたときにすの言葉を選ぶ一つの言葉を入力するのに二回のスイッチ操作が必要になってくるという大変に、大変な操作を重ねて、長い原稿を書いてくださる私たちの放送作家となっています。それでは、今日は米沢さんの病院での一日を、お送りしたいと思います。私の病院での一日という内容になっています。私の病院での一日。はい。午前後、事前後。ぼちぼち今の時期は外が軽くなってきますと、お年寄りは起き出します。はい。午前5時前後ですね。早いですね。トイレの解除の要請のナースコールで私も目が覚めます。きっと集中するんですね。6時から7時の間は看護師さんの走る音が聞こえます。寝ていると無理やりでも鼻の管から成長剤を入れられます。大変そうですね。私は24時間かけて点滴で栄養を摂っているので、食事の時間は関係ありません。24時間。少しうとうとしてると呼吸器の点検がてら担当の看護師の引き継ぎにやってきます。それは9時頃ですが、手間のかかる私は最後なので10時頃からやっと洗顔です。なんか忙しそうですね。その11時から作業療法のリハビリが30分、その後午後1時半までネットか文章を作っています。はい。そうですね。米沢さん、いつ、病院に行ってもパソコンが目の前にあるという生活をされていらっしゃって、病院、北友会病院のST 言語聴覚士の方や作業療法士の方もすごく協力的でお手伝いしてくださってるようですね。12時前後に成長剤、1時半から言語療法のリハビリですが、靴の運動以外は手の芯の使い方やネットの解析な使用のアドバイスなどで、
役に立ちます。その後4時までの間、館長室で風呂に入ったりです。ちなみに人工呼吸器の私は不良は週一なので、せめて頭を洗う日が欲しいです。そうですよね。入院患者さんにとって頭を洗うっていうのがどれほど快適かっていうのはすごくわかります。うん。その他臭によって顆粒や鼻の管、呼吸器のパイプなどの抗酸が入ってきます。はぁ、4時から歯磨きや洗顔があり、4時半から理学療法のリハビリが30分。その後また成長剤を入れられます。その後は9時までラジオを聞きながら、レオの芯で文章を作ったり、熱湯したりして、時間を潰します。なんか成長剤を入れられますっていうところだけなんか強く響いてくるのは、きっと入れられるのが大変なんだろうなっていう感じがします。はい。その後消灯なので寝る日はありません。そんな毎日です。今はもうほとんど好きなものを持って飲んだり食べたりしたかったな。家に帰りたいな。叶わぬことを考えてしまいますね。そうですね。米沢さん、すごくお元気なので、まあ、人それぞれいろんな状態っていうのはあると思うんですけれども、私の周りの ALS 患者さんは、口から呼吸器をつけても口から食べていらっしゃる方がいたり、胃ろうから、お酒を入れて飲んでいたり、コーヒーを入れて飲んでいたりっていう方がいるので、なんか、すべて諦めずに、ぜひ、いろんなことに、ラジオだけではなくて、いろんなことに挑戦してほしいなぁと思ってしまいますが、はい。米沢さんどうでしょうね。はい。それでは、2曲目。いきます。Chuck is in love. リッキー・リー・ジョーンズさん。この時間は米沢和也さんと、愛care北海道の佐藤美雪の担当で ALS のたわごとをお送りしております。今日ですね、米沢さんのところに行ってきたんですけれども、米沢さん、今まで先ほど言いましたが、足で、足文字を書いたり、スイッチで、電脳神という、意思伝達装置を使われていたんですけれども、新しい試みとして、視線で入力をする意思伝達装置の見やすくというのを試されたんですね。そしたら米沢さんは非常に勘が良いというか、何をやってもすごい上手だなと思うんですけれども、さっきは50音の文字盤をスキャンして、その位置に来たら足でスイッチを押して、言葉を選ぶ。2回押すと1つの言葉が選ばれるということを説明しましたが、視線入力の場合は50音の文字を、じーっと見続けることでその文字が入力されるということで、体の負担、目はやはり疲れると思うんですけれども、体の負担は比較的少なくて済むということで、非常に、好感触ということを話されていらっしゃいました。いろいろなものがあるので、この番組とかでもいろいろなものを紹介していけたらいいかなとは思っております。そして、米沢さんの京都のお話をお願いしたいと思います。私と京都、固い話が続きましたが、この辺で私が京都に20年以上住んで、いろいろ感じたことを書いてみます。19歳で大学生として初めて京都に住みます。
春なのにすでに毎日が暑かったように感じていました。そのうち初めての梅雨を迎えます。毎日がもし暑く、ある日一週間くらい前に買って冷蔵庫に入れておいたジャムを取り出し、蓋を開けてびっくり。どうなったんでしょう。カビが生えてました。ああ、一週間。サウナに入ってもバスに乗っても、クーラーは効いています。飲んでいないので、すぐお腹を壊しました。意外。ある日、大阪の梅田に行こうと阪急電車に乗りました。すぐお腹が痛くなりましたが、特急なので13時重装まで40分は止まりません。きついですね。施設は大抵トイレはついていませんし、かなり苦しみましたね。水道水はいくら出してもぬるいままだし、冷やして飲んでもお腹を壊してました。意外に体が弱いということが、何を食べても大丈夫そうな印象がありますが。そうですか。いや、でも京都って、私も、知り合いがいて泊まったことが、普通のお家に泊まったことがありますが、本当に暑くて、部屋ごとにクーラーがついているっていうのに驚きました。で、泊まった時に、私が泊まる部屋だけ扇風機しかないのに、ごめんねって言われて、なんか、北海道では一つの部屋に扇風機が一台あって、っていうのは、なんか、憧れのようなもので、なんていうのか驚きましたね。その感覚の違いに。祇園祭りが終わり、梅雨が明けると猛暑が襲ってきます。暑いでしょうね。暑いんですよね。きっと35度とかありそうですよね。夜12時を過ぎても30度を切りません。ああ、夜。蒸し暑い夜が続きます。暑くて眠れないので、涼むために夜の街を自転車で走っていると、よく警察官に職務質問を受けました。いやー、私でも聞いちゃいますね。なんか、京都は学生が多く自転車の予防が多かったからです。決して私が怪しかったわけではありません。いや、きっと怪しかったんじゃないかと思うんですけど、違いますか？でも今思えば、髪の長い若い男はあまり綺麗な服じゃないし、夜中にチンタラママチャリを越えていたら、やっぱり怪しかったのかな。怪しかったと思います。紅葉は11月に入ってようやく始まります。食べ物ではうどんが美味しいですが、汁の色が薄いので、初めの頃、醤油をかけていました。さすが。使っているのは薄口醤油だと分かってやめました。今では北海道でも珍しくありませんが、お好み焼き屋やたこ焼き屋など普通に近所にあって、安いし喜んで食べてました。羨ましいですね。食べたい。昔、中華料理は北海道では高級料理で、あまり食べる機会がありませんでしたが、関西では最もポピュラーな庶民の食べ物で、その中でも京都発祥料理チェーン店が餃子の王将です。
今は北海道にもいっぱいありますよね。私も大好きです。とにかく安い。当時180円の餃子定食は、餃子二人前に丼飯がつきました。ああ、食べたいですね。一週間餃子定食を毎日食べに行った友達が、8日目の朝、起きたら鼻血だらけだったらしいです。いや、でも、180円なら鼻血出しても行きますね、私も。はい。学生から社会人時代お世話になりました。最近は私、今お世話になっています。今では私の住む千歳市にもあり、時代は変わりましたね。美味しいですよね、京都の餃子の王将ね。もちろん何度も食べに行きましたよ。やっぱり。美味しい。本当には美味しいコーヒーのお店が多いですね。私がよく行っていたのだ、コーヒーが札幌大丸に入ってきたのは嬉しかったですね。ああ、井の田コーヒーって京都なんですね。ああ、確か駅前の大丸さんのところに入っていたような気がするんですけれど。餃子定食で話を出した友達に紹介してもらった井の田コーヒー京都本店は三条境町にあり、店内は広くして、な作りで近所の大な衆たちが会話を楽しむ風景が想像できます。へー、なんか餃子定食で鼻血を出した友達は一生その枕言葉がつくんでしょうね、きっとね。特にアイスコーヒーが独特の風味とコクが美味しくて好きですね。そうなんだ。京都市はパンとコーヒーの消費率が日本一です。お客様の舌も超えているのでしょう。超えてそうですよね。美味しいですね。美味しそうですね。もう聞いてるだけでなんかもういいですね。ではそんな美味しそうな話をたくさんいただきました。あとは、爽やかな曲で、3曲目は、北風、君に届きますように、牧原のりゆきさんです。この放送は、ALS 患者の米澤和也さんと、アイケア北海道の佐藤美雪の担当でお送りしております。本日は、スタジオからお送りしているんですけれども、米澤さん、病院にいらっしゃる米沢さんの代わりに、ボイスター米沢さんがスタジオの方に来られておりまして、二人で担当してお送りしております。米沢さんは8月に気管切開をされて、呼吸器をつけました。そのために声を失われたんですけれども、医師伝達装置、電脳診を使い、そして術前に米沢さんの声で録音していたボイスターを使って放送に臨んでいます。ボイスター米沢さんの声、皆さんに届いているでしょうか。次は米沢さんの学生時代のアルバイトの話です。アルバイトは学生時代にいろいろやりましたが、京都らしいのは映画のエキストラでしょうか。エキストラですね、映画の。すごい。時代劇や現代劇に関わらず、貴重な経験をさせていただきました。芸能人だったんですね。ちょんまげのカツラやセットの中など、初めて見るものばかり。へー。最初の役は鉄砲団、時代劇が上手、忍者になって河原を走ったり、大名や人足など、アルバイトの私は何でもやりました。あ、すごいですね。そのうち、学校のクラブ活動が忙しくなり、できなくなりました。
あら、残念。その他では、竹具や花や喫茶店など。喫茶店でも。喫茶店は、まかないが出るし、ありがたかったですね。食べ物屋さんはそういう点いいですよね。軽音楽部に入って2年後、部長になってしまい、毎日忙しく過ごしました。昇進したんですね。クラブの面々は、ジャンルは多様でした。ジャンル。ジャズ、クロスオーバー、フォーク、ブルーグラス、ロックなど。春は親友生歓迎に始まり、定期演奏会、学園祭、卒業生の追い出しコンサートなど。その他にライブハウスなど、なかなか4年で卒業できない部員も多かったですね。4年で卒業できない部員が多かったっていうのが、なんか、すごい、その時代を物語っているんでしょうか。なんか、いいですね。米沢さんの普段の選曲の良さっていうのは三角山放送の中でも非常に素晴らしいと言われているんですけれども、こういうところで培われてきたんでしょうね。なんか、素晴らしいです。では、最後の4曲目になりますが、You've Got a Friend, キャロル・キン。ALS のたわごと、ALS 患者さんの、米沢和也さんとアイケア北海道の佐藤美幸がお送りしてまいりました。米沢さん、いかがでしたでしょうか？お聞きの皆様はいかがでしたでしょうか？ボイスター米沢さんの声、皆さんに届いたでしょうか？多分こういう番組は日本にないと思いますが、ぜひ感想をお聞かせください。ファックス011-641-3331。メールは、requesta@sankakuyama.co.jp。リクエスト@sankakuyama.co.jp です。三角山放送局のホームページからメールが送れますので、ぜひホームページもご覧ください。ALS のたわごと、この番組はアイケア北海道が協力いたしました。ということで、まあ、いろいろ、今回もあったんですけれども、米沢さんと番組を始めて1年くらい経った時に、米沢さんが気管切開をされることで、悩んでいた時期があったということなんですけれども、その中で、ご自分の声をボイスターで残して、そして、気管切開をして、呼吸器をつけて、ALS などの患者さんにとって、気管切開をすることってすごく大きな決断で、本当に大変なことだったと思うんですけれども、こうやって今も一緒に、木原さんや皆さんと、番組を継続できていることが本当に嬉しいなと思っています。ぜひ早く米沢さんがスタジオに戻ってきて、みんなで一緒に番組をまた作っていけたら嬉しいなと思っています。来月米沢さん待っていますよ。皆さんもきっと待ってくださってると思います。はい。そうですね。ボイスターを米沢さんが声を残されたんですけれども、実は最近私の周りで他にも二人くらいの若い方がボイスターで声を残されています。ぜひ。女性の方と男性の方なんですけれども、ぜひその方々にも
番組に来ていただいて、ボイスターで、残された声で皆さんで番組を作って対談できたらいいなって思ってます。はい、それでは、ALS のたわごと、来月またお会いしましょう。担当は米澤和也さんと佐藤美幸でした。失礼します。